はい。こんにちは、レトスのーのです。今回なんですけれども、10月19日あたりから、弊社のメルマガ本日の3問が、届いていない方がいらっしゃいますので、その件についてお伝えいたします。iCloud、Hotmail、ウ u t l ク k この3つですね。iCloud、Hotmail、ウ u t l ク k このメールアドレスを使っている方は、 メールが届いていないいいてなと思まます本当に申し訳ございませんでこの3つのメールアドレスについてなんですけれども、おそらく全て同じセキュリティっていうのかなを使っていると思います。で、弊社のメールアドレスが迷惑メール扱いになっている状況なんですね。で、それが原因で届かないという状況です。で、この理由なんですけれども、 ま弊社はメルマガを毎日お送りさせていただくんですけども、もう大量に送るんですよ。で、その中でもうメール見ないよっていう方は、一番上ですね、メールの一番上にいつも配信停止の手続きができる URL 貼ってあるんですが、まあ、こちらから手続きしていただければいいんですけども、それをせずに、迷惑メールフォルダーっていうのかな、なんて言うんだろう。私もちょっとアウトルックとか、えー、ホットメールとか、 アイクラウドちょっと使っていないんでわからないんですけれども、まあ、迷惑メールの対象みたいなのを設定しちゃうっていうのかな押しちゃうっていうのかなえこれがたくさん溜まっていくと、迷惑メール扱い、私のメールアドレス自体が迷惑メール扱いになっちゃって、結果的に届かなくなっちゃうと。で、現在それが起きている状況です。まあ、実際私が無差別に送るってことは行っていなくて、 まあお客様からご登録いただいた方ですね。本日の3問欲しいということで、ご登録いただいた方にしか送っていないんだけれども、結果として私からのメールがいらなくなった時に配信停止の手続きをするのではなくて、迷惑メール扱いにすることによって、そういった人が増えていくことによって、迷惑メール扱いになってしまったという状況です。なので、対策としてなんですけれども、今言った3つのメールアドレス以外に、 g メールだったりとか Yahoo! メールですねこちらはお送りできますのでもし可能であればそちらのメールアドレス私に教えていただければと思いますなので引き続き本日の3問、えー、見たい、えー、受信したい送信してほしいという方はお手数おかけするんですけれども直接私にメールいただければと思います旧アドレス、まあ、つまり アイクラウドアドレス、ホットメール,ルック、アウトルックの3つのアドレス、旧アドレスを教えていただいて、まあ、登録していただいているアドレスですね。登録していただいているアドレスを教えていただいて、新しいアドレスも合わせて2つですね、えー、教えていただければと思います。あの受信することはできるんで、直接私のメールアドレスに変更前と、まあ、旧アドレスと新しいアドレス送っていただければと思います。 で私のメールアドレスはこの動画の下の説明欄に記載しておきますのでお手数おかけいたしますがメールいただければと思います、まあ、その他ご質問ございましたら直接メールいただいても全然構いませんのでお気軽にご相談ください卓券合格目指して一緒に頑張っていきましょう